はい、どうもこんにちは、セナです。前回はアングラーの滝壺を攻略しまして、この魚人の口からどうにか生還したわけなんですが、ハートが一つまだ回復していません。そんな暇もなかった。ここをもう泳げるようになってからほどなくして、なんかお魚さんの入り口があるわけなんですが、これね、パワーアップ何菓子だったかな、このマンボウ。君は誰だい？僕マンボウの子供、名前はマンボウタメゴロ。あんた笛持ってる？あ、笛ないわ。あ、楽器。そう、ブクブクブク。あの笛は確かメーベ村で手に入ってるの気がするんだけど、まあ後でいいや。入り江っつってたな。入り江？ああ、ここがマーサの入り江、ここだ。ピンさせるみたいだぜ。いらないや。ここに行かなきゃいけないのね。了解。え？何？何？幽霊が来た。ちょ、幽霊さん。この幽霊くん、確かね、どこかに、危ないね。確かどこかに連れて行くと良かったような気がするんだが、いや、連れて行くか、今から。妖精さんです。この収録が始まる前に回復する分を今回復しました。もうこれから回復してはいけません、もちろん。幽霊くん、さあ、君はどこへ連れてけばいいのかなと思えば、墓地がすぐそばにあるんだ。墓地、ちょっと今危なかったで。ゲッ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 。おっぱっぱっ、ここさ、相当危ないわけ。はい、はい。ぴょん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 。幽霊くん、危ない。墓地に連れてきてやったはいいものの、それで喜ぶ彼ではあるまい。ここ、誰か兄弟がいるんじゃないのか、君。なんか押せばよかったよね、どっか。おお、失礼て。幽霊くんがついてきてしまったよ。ただい、おいおい、ちょっとこれ閉じた後すぐ防ぐか、横に避けるか。防ごう。行く行く行く。よーし、うまい。いいね。はい。入り江がね、もうすぐそばなんですが、あ、こっちから行けますね。というわけで、あれ、ちょっと待てよ。ここ行ける行ける行ける。ちょっと豚ちゃん、お家連れてって。確かに覚えてるんですよ。お家が、そこからね、実は右下行くと、入り江、たどり着けたような気がしますが、この幽霊くんをどうにかしなければ、僕たちの寝覚めが悪い。ので、どうにかする。どうにかする。な、ザリガニなんて見たことないだろう。人骨から出てくる。こっち。おいー、危ないよ。このビリビリも相当危ない。あ、ここ、これ。これ、はい。これで、ショートカットができ、幽霊くん、ここ飛ぶよ。いいね。行くよ。あ、危ない。おぉ！ちょい！おぉおぉ、ここ、入って、僕の家。来た。ここだったんだろう？覚えてたさ。幽霊くん？可愛らしい音楽だ。クモの巣も張ってさ、あ、クモの巣の横見てください、左上。リュックもあります。で、その隣には、何やら写真も、メガネも、ありますね。もう誰も住まなくなって久しいのか、苔ムース、懐かしい。変わってない。二人分のハンガーかな。携帯のバイブが鳴ったのかと思って。なんか地図がありますよ。そこ。探検家だったのかな？あ、写真立てもある。う。泣くな、お化け。俺たちがいるよ。もう。八の字にしてさ、目を。かわいそうに。寂しくないさ。もういい。お墓帰る。お墓連れてって。お墓いいの？うわあ！あ、貝殻出てきた。まあ、貝殻は集めませんので。ここに置いといて。ちょ、幽霊くん、落ちたよ。
ほら、いかん。あ、お墓ってここか。あ、違う。あ、違う。え、宝箱のこのお墓の、お墓、お墓ってどこだ。しやった。あー、お墓に帰るか。よし、わかった、連れてってやる。お墓ね、ちょっとマップ見てみましょう。確かね、あー、いやもう絶対ここら辺なんだけどな。これ絶対ここだと思う。よし、いけるじゃない。まずここの三段飛びで、ワープ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 。ゾーラの人は覚えてるよ、ほんと。パチ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 飛ばしてきて、ワープ。ユーレクもワープ。はしごを登り、スリラーゾーンですよね。ここまで行ったことあるんだよな。で、ババの家があるんですよ、ババの家が。あれ、この階段もさ、俺たち行ったことないよな。どうにも、あ、巡ってみたいけれどもだ。よし、茶色いキャベツ、ここ、ここだろ、お化けくん。うん、喜んでる。ありがとう。僕の宝物あげる、使って。バイバイ。バイバイ。またな。お、空き瓶、妖精の瓶を手に入れた。中に妖精を入れよう。あ、ホホさん、もう中だぜ。ご無沙汰じゃったの、坊や。マーサの入り江の深みよりナマズの大口に入られよ。風の魚は坊やが近づくにつれ目覚めに向かう。歩み続けなされ。マーサの入り江のナマズの入り口とな。ナマズ、この階段って何。ちょっとスリラーパークよ、マジ。ちょっと入ってみよう。ちょっとだけね、ちょっとだけね。あら、ちょ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 、歩みを止めるな、歩みを止めるな。うっ、うわ、ここに着くんだ。ちょ、帰る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 。ちょ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 、うわ、危ない。もうここも、うわ、入り江です。入ります。あ、マーメイドがいるや。人魚が当たり前にいる世界。入り江で泳いでいたら大切にしていたネックレスが波にさらわれちゃったの。見つけてくれたら私の。え、何それ、何、魔性。ネックレスがないとこのナマズの大口に入れないみたいなのでござる。いや、入れるのかも、そもそも。そう、あいつ危ない。これね、一応これ B で潜れます。潜って、で、向こう岸にたどり着くと多分もうナマズなんでしょうけど、ネックレスを探してあげよう。どこにあるかな。確か覚えてるのはこっちだったけど、これもうゾーラさんたちがもう水を得た魚だぜ。ここ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 、ほら、潜るでもなしだ。橋の下で、なんか釣りしてんね、おっさんが。よし。いや、まあ、言ってよ。魚に針を取られてしまってね。糸だけ垂らしておるんだが、やっぱり何も釣れんようだよ。針が必要。ああ、じゃあ針持ってくればいいんだ。繋がるな。あ、そうだ。ハイビスカスを渡してやらなきゃいけないんだ。あ、動物村に行こう。繋がるね。動物村は、すぐそば。この先だ。いや、ちゅう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 、それ相当怖いよ。なんじゃこ、負け者かよ。どうしたってダメージを食らわしたいようだな、俺たちに。いかんで、いかんで、もうこれ危なー。あ、そっちだし、しかも入る場所間違えて、いった。ここでした、ここでした。どうもこんにちは。
このおはがき屋さんはこの家だったかな。こんにちは。あ、違った、ヌードデッサンだ、ここは。どこだったかしらね。ここだったかな。あ、来た来た来た。これね、ハイビスカスをパパンからもらったんだよ。ハイビスカスからお送りされるの、ありがとう、どうもありがとう。あ、とても紳士的なあなたにお願いございますの。聞いてくださいます？いいですわよ。森の外れのライト様に手紙を届けていただきたいの。よろしくお願いいたしますわ。来た。こまこまだれー。ハイビスカスがヤギの手紙になった。なんか、すごいぞ。これを渡してくればいいんですね。いやごめん、ごめん、ごめん。またやった、またやったよ、もう。なんで僕は反省しないんだろう。うっそうとした木々の中、やってまいりました。不思議の森、懐かしいですね。この森の先に、ライト様と呼ばれる、素敵な紳士がいるとのことです。めいめいちゃんの情報によるとね、久しぶりだな、ほんと。こっちだったらさ、結構案外、なかなか早いですね、着くのが。おい。あれ、ジャンプしてこっち行けるようになってんな、そういえば。あ、ここだ、ここだ。おい。ジャンプは結構前からできるか。ライト様です。手紙を届けに参りました。なんと文通のお返事を持ってきてくれたのですか。嬉しい？ペタ。あ、しかも、クリスチーヌちゃんのブロマイド付きだ！ピーチ姫じゃない、これ。全然違う人じゃないか。せめてゼルダ姫で会ってくれよ。あ、ヤギのなんだろう、これ、押し印があるや。これ、ピーチ姫？ほんと、なんと美しい。あ、お礼をしなくては。ピーチ姫、人妻らしいけどな、なんかお母さんによると。でも、ほうきぐらいしかないんですよ。これでよろしいですか？ほうき？ここでほうきか。しかし、あのブロマイドは。ライトさんからいただきました、ほうきを欲しがっているもの、メーベ村にいるとのこと。やっほー、新しいほうきかい。悪いね、私にくれるんだろ。はい。かわいい。それじゃあ俺に川で拾った釣り針でもあげようかね。やったわい、釣り竿。あ、違うな、釣り針もらったわい。この釣り針をだ、持ち。おら、おっさん、釣り針ではないかね。それを私にくれんかね。何か釣れたら交換するでどうだ。うん、ではプロの技というやつをしかと見ておきなさい。はい。何が釣れるんだろうな。わかめかな。お、これはでかい、でかい、でかいぞ。そりゃ。お、釣り針がネックレスになってしまった。一番まともじゃない、これ。わらしべイベント史上た。やらかしたね。こんな最後の最後でやられるわけにはいかないんだ。火の玉かいくぐって、おい、水がすぐそばにあって火の玉でやられるとは、これいかにだね、ほんと。いた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 。せめてネックレスを渡すまでは、生き耐えるわけにはいかない。あ、それ私のネックレスよ。返して返して、ね、返してよ。そしたら私の体から一枚鱗を取らせてあげるか。え、ほんとですか？人魚の鱗って、どうなんだろう？不老不死とかじゃないかな？それ涙だったっけ？血だったっけ？ああ！おお。これは何に使うんだろう。あとね、あ、帰ってきた。優雅に泳いでいったな。じゃあ僕たちもこのナマズの入り口に行かなきゃいけないが、果たして生きてたどり着くことはできるだろうか。お、湖、綺麗ですな。あれ、ここ入れない、遺跡だった。あ、一応剣も触れますね。錆びないんだろうか。敵はいません。よしよしよし。澄んだ水だな。淡水だろうね。着きました。マーサの入り江。さあ、ここが、早なんて速さだ。ナマズの大口。なんか BGM が、なんか怖い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 。ビット感増したよ。
はい、というわけで、次回からこの、レベル5ダンジョンナマズの大口を、攻略したいと思います。今度こそ、今ダンジョンこそノーダメージでクリアすることを、心に誓う僕たちでした。ありがとうございました。お疲れ様です。